皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日も元気につないでいきたいと思います。今日チャレンジする一曲は4月生まれのお誕生日だった永六輔さんが作詞をしたこちらの曲、1963年にリリースされましたこんにちは赤ちゃんにチャレンジしてみたいと思います。はい、歌唱が梓道夫さん、作詞が永六輔さん、そして作曲が中村八大さんということで、こちらの曲は作曲者中村さんの第一子誕生をヒントに永六輔さんが作詞した作品です。ということで、すごい、もうこの曲はね、生まれたばかりの赤ちゃんに送るメッセージなね感じがします。はい、こちらの曲で第14回 NHK 紅白歌合戦に梓道夫さん出場しています。100万枚を売り上げる空前の大ヒットとなり、第5回日本レコード大賞も受賞しています。ということでね、こちら人気番組の夢で会いましょうの今月の歌コーナーで紹介されたというねものになっております。すごいね。はい、それでは歌ってみたいと思います。聞いてください。こんにちは赤ちゃん。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いしますね。本当に初めてね、出産した時にはあまりの痛みでびっくりしましたけれどもね、もうあれ以上の痛みを経験したことはないですね。もう本当に鼻からスイカ状態で、すごくね大変だった。もともと私は無痛分娩で産もうと思ってたのが、もう促進剤をバンバン打って生まれたって産んだっていう感じだったのでね、なんかそういうのもあったと思うんですけれども、まあそんなね、子供も今や反抗期を迎え、自分のね意思でこう成長しようというねのが見られてね、今年13歳、14歳になるのか、早いな、早い早い、母親になって14年にもなるの？びっくりねえ、本当にお母さんにさせてもらったっていう思いの方が強いですね。本当多分普通の親の半分ぐらいのことしかできてない、自分のことばっかりしてしまってね、多分辛い思いとかも結構させてきちゃってるのかなって気もするけど、でもこれが私のできる精一杯の、ね、子育てなのでね、私は楽しい背中ばっかり見せてきちゃってるんで、なかなか子供も規格外に育っているんですけれども、まあでも元気だったらねいいのかなっていつもそれは思っています。元気に毎日過ごせることがありがたいなと思っております。はい、皆様もね、自分を大切にして、たった一つの命でございます。無理せず疲れた時には休んで、生まれてきた日のことを
思い出してみてはいかがでしょうか。はい、ね、今日は A 六輔さんが作曲しました、こんにちは赤ちゃんにチャレンジしました。今日も最後までご視聴ありがとうございます。また明日も元気に会いましょう。それではまた明日、またね。